りょうばです。りょうばです。こんにちは。じゃーん。じゃじゃーん。100回記念でございます。記念しようと思ったんだけど、はい、記念ですよ、うん、記念できるものかな。いや、これ記念できるもんじゃない、もしかしたら。まあだからちょっと道路をね、私たちの基本の車旅っていうことで、はい、道路ちょっと走りながら、うん、ここの道走りながらの景色を見ながらの100回です。はい、はい、そうです。でも最初スタートした頃はこんな遠くにまでいろいろ行くとは思わなかったものね。そう、うん、ちょっとその東京近郊を ね一番最初がだから伊豆だったもんね。そう、でももうなんか平気で遠くへ行けるようになってしまう。人間やっぱり何年か経つと成長するのね。ある程度年取っても成長するんだ。いや本当にこれまあコロナがあったから余計できたんだけど、うんうんうん、逆に空いてたしね、道路はね。そう、それで時間もできた。そう、その後もずっと時間あるんですけどとか。お気楽。お気楽旅。まさか長年生きてて、フェリーで北海道に自分が行くとは思わなかった。私もフェリーで、北海道以外のとこも行くと思わなかった、うんうん、だからね、結構ね、結構若い時もいろんなところで運転してったんだけど、うん、でも今の方が平気でなんか遠くまで行ってるような気がする。言えるね、うん、だから慣れって恐ろしい。慣れじゃないんだけれども、で逆に言うと今やっとかないともうちょっとね、あまり先に後でとかね、いつかとかっていうのはもう言えない年になって、いつかやろうなんて言えないから、今やろうしか言えないものね、どっちかっていうと。それで、はい、もう今は暑い夏がまだ続いてて秋なんですけど、はい、これ行ったのは実は、うん、5月だね、初夏ですね、うん、初夏の、だから暑くもなく寒くもなくの時期に行ってまいりました。場所はというと紀伊半島の突端、はい、串本町、うん、串本町。実はだから、はい、それも全部まだ行ってんのにご紹介できないでる、うん、灯台があるんですよ私たち。そうなのね。あと1個なんだけど言ってしまえば、それでもう4つとか5つご紹介してないのがあるんですけど、うん、これもだから今回その紀伊半島の方に行ったのは、うん、今回の潮の岬、はい、それから自治会の、はい、あのり、うん、でその次の大王崎、はい、3つ登りましょうということで企画した車旅。そうです、ね、うまく登れるかどうか。そうな、それでだからもう潮の岬灯台と思って、それしか調べないしそれしか考えないで行ったらば、はい、結構串本すごい良かった。いろんなもんがあったのね、うん、声が裏返っちゃう。でまたそのちょっと前に、うん、カフェリーに乗ったじゃないですか、九州から。あ、乗った、うん、あれがなんか朝見えたんですよ、こっちの方が。あ、そうなのね。でもそれがなんだか分かってなくてね、うん、いやでも潮の岬灯台分かってて。あ、本当に。そしたらなんか橋があるよ、うん、橋何みたいな。あれがそうだったんだ、うん、それとその先の方のもう一つ丸っこい灯台もあるね、うん、みたいな、うんうん、望遠カメラで、うん、撮って、でそれで余計ちょっと興味はあったんだけれどもとりあえずもう潮の岬灯台のことしか考えてない、行ってみようっていうね、うん、そうで結構でも思ってたよりも紀伊半島は広い。でなんかこの道路なんかもすごく海岸線で綺麗な道路はねずっと続いてて、これ42号だっけ、42号もメインみたいね、この辺、ね、うん、ここら辺で大体だから全然知らないで行ってて、うん、なんかこの辺りがすごくやっぱり国立公園だから有名で、何これとかで知らないで、知らないで通り過ぎてしまって、で道の駅だったから、うん、そうそうそう、あなたがなんかそうすぐ寄りたがる、そうお茶とか言ってたのに、もうこの日の夕方に潮の岬に行かないと明日お天気が崩れるから私はもう強引にダメ行くのだ。いつもどっちかっていうと、そう私が時間で、そうもうね、いつも時間がないってお尻叩かれ、私はお茶飲みたいって遊びたい見たいとかってすぐ脱線してしまう。だから脱線すると目的地に、でも2人で脱線したら本当そうね、目的地行かれないからいいじゃないこれで、大体
お互いにいい加減なところは一緒なんだけど、あのそういうところは、うん、あのそうだね、ちょっと違うね、性格が、ね、違うけど決して二人ともあのなんていうの頑張らないから、うん、あそうかとかって言ってもしだから流されるね、いつも、ね、うん、今回これ、まあ、行けたんだけど潮の岬、うん、でもこれもし行けなかったら、そうあら行けなかったわでお知らせ、そうだ、そうだ、だからどうってことがないんで、まあ気楽といえばお気楽旅、串本の街中を通り過ぎていかなくちゃいけない、うん、で通り過ぎたらパトカーが、はい、先導してくださって、はい、両馬様こちらへどうぞ、そんなわけないなんか後ろでね、うん、後ろでなんかやったら戻ってきて捕まるのかなとか、もうねバカなことを喋ってましたねこの時ね、でずっと一緒なのかな、東大行くのかなこのパトカーとか言って本当におバカ、そしたらさようならになっちゃう、はい、大抵からこういう時にはさようならって言うのよね、そう、はい、で見えてきたんで、で見えてるっていうあの車の中の声で入ってるんだけど、うん、全然見えないちょっとあの正面のカメラでは映んなかったね、うんうん、で海から見た時にすごいスラッとした高い灯台っていうイメージが、うん、大きく見えたのよね、うん、ただなあの高さを見ると、うん、そうでもないなとか思ってて、でも、うん、どうなんだろうなと思ってて、でまあそんな感じで見えないねとか見えなくなっちゃったねとか言って、うん、地べたから見るわね、なかなか見えない、うん、海からはよく見えない、当たり前だけどそうじゃないと灯台の 役割果たさないけれども、で、うん、でもちゃんとあの駐車場があって駐車場からも見えないし、うん、あの300万円だった、はい、で駐車場もちろんガラガラで、うん、でなんか普通駐車場から灯台見えるの、見えるのよね、大抵見えて安心するのよね、 あっちの方歩けばいいんだ、うん、ただここは全然見えないからどこに灯台があるんだろう、まあ海の方だろうとは思ってましたが、うん、そしたらあの出たところからあのフェリーが見えて、うん、でも時間的に多分私たちが前乗ったフェリーではない、じゃないわよね時間的に、そしたらもう一つ、うん、あのやっぱ夜出て、うん、すごい明け方に東京に着くフェリーだ、今度乗ってみる、うん、そうそう前迷ったんだけど徳島にの、あ、そうなんだ、寄るから、うん、長いのすごく32時間もっとそうだ、でも結構フェリーはフェリーで面白いもんね、でここに行っても灯台はどこですかみたいな感じだったら、うん、あっと見えましたよ、そしたらだからイメージが、うん、あの海から見えたスラッとした灯台じゃなかったんで、近くで見ると結構あのずんぐりむっくりして、あのたくましい、そうなの、あの人のこと言えないずんぐりむっくりでそれで、まあ、自分のこと言ってるのかなと思っちゃいました、ハンコでハンコとかまた言っちゃった、スタンプをしてもらってでじゃじゃーん、はい、あのね150回あの50年、うん、50年あの、うん、けあの何あの灯台の日がと思ってからね、そうそうそう、150、それでなんかだからカードもらったの、そうバストカード、ちゃんと3個集めると、3個っていうか2個でいいんだっけ、2箇所行ったらもらえるという、あの岬とここの潮岬灯台がちょうど150年、そう150年記念ということで、そうポストカードいただいて、あの多分今年かな、あれあ去年かな、うん、あの一番高い日の岬灯台が出雲の120年だから、うんうん、30年も前か、そうあの、うん、30年であのちょっとこれ一番新しいで、あの古い、うん、あの一番日本で最初に作られた方の灯台だからね、うんうん、そうみたいね、そうなんか なんか外側に比べてでも中が可愛らしくて綺麗だったから、綺麗というか面白く可愛かった、これなんかね保存灯台の中では A ランクなんだって、だからやっぱり A ランクの灯台の中身はこうやって古い割に一番古いのにうんっていうね、一箇所の反対側には3つぐらい窓あったんだけども、うん、この海の方向いてる窓が一箇所で ねそこからの絵がすごく綺麗だ、そうなのやっぱりね、あの灯台によってあの壁なんかも全然違うし、あのステップも全く違う、ここのステップちょっと怖かったけど、あの上りと下りが ここだけよね、上りと下りあるのね、うん、これ初めてだったね、うん、上るあの急そうそう、多分私たち行った時ガラガラだったからあれだけど、うん、混んでる時にはあのすごくいいのか、上りと下りがね、上りと下りあった方が、うん、よたよた登ってきました
やっぱり一気に登るとね大変だから。あ、そう、ここね踊り場がなかったからね、うん、結構60何段でもきつかった。大してね、高い方の灯台ではないんだけれども、なんか灯台によっては踊り場が広い場所もあるしね、うんうん、そうなの、そうなの、うん、で、外出たら、はい、やっぱり綺麗でしたね、外からもね、うん、そうなの、そうなの、うん、影も映ってだからお天気がすごく、あれだけ影が映るっていうことはもうすごいお天気でね、そう、うん、だからもうだからこれって15時ぐらい、うん、結構ね、うん、結構時間になってる割にはお天気が良かったからすごく綺麗だった。ここってでもこう海の方がお船がいっぱい通るところだから、うん、いろんな船見えて面白かった。そうなのよね、うんうん、すごいぐるっと、見渡して思ってたよりもゴツゴツしてるなと思って。そうなの、岩屋なんかがすごいゴツゴツしててスーッと海が広がってるのかと思ったら、うん、全然違ってて、そういうんじゃないのね。だから見る灯台によっては本当にね、すぐもう海ばっかりっていうのもあるけど、うん、そうでもなくて、そう、それでこれが観光ビルだった、うん、タワーなんだけどまた後で行くんですけど、うん、大体ここの潮の岬灯台が立ってるところが、うん、大きい地図で見ると紀伊半島ってなんか丸くなだらかじゃない、うん、だからそういうところなのかなと思ったら、クジラの尻尾みたいな、そう、角みたいにピュッとなってるのね、で、うん、ゴツゴツしてるところにあったから、 それでまたずんぐりむっくりですっごいここイメージ本当に違った。海から見た灯台のイメージとは全く逆だったっていうね、うん、海から見るとねまた違う雰囲気なのよね、なんかスーッとしてて、うん、で、お約束通りあなたは一歩先に、はいはい、下から上を見るという係を私はさせていただいております。灯台のそれやった方がいいねって気がついたのって、うん、ある程度登ってから、ね、途中からだよね、うん、全部やってみればねよかったけれども、ね、まあ、またも登りに行けばいいのか確かにそれは。でも下からこうやってうわーって見上げるとやっぱり迫力あるものね、灯台は、うんうん、そう、下見下ろすとちっちゃいしね、そうとか言ったりはははんって言った今もしかしたなんかでもね、上で一人で、あ、いつ出てくるのかな、いつ出てくるのかなと思って、うんうん、見てるとひょこたんひょこたん歩いて出てくるから、すいませんそれはだって息切れしてるもん、どっちかっていうと一生懸命息に降りてるからね、踊って歩いて、うん、もうこれだから上からは望遠と両方であれしてるから大きく映ってるんだけど、うんうん、もっとすごいちっこいのよね。これ上見上げると下からこうやって上見上げるとこういう感じで、そうそう、でもこうやって人間の大きさと灯台の大きさこうやって比べられるからいいわよね、うんうん、こうやって見ると、これが普通ので、あ、これ大きいので映してるから、ね、うん、でいろんな船も実は遠くに見える、もう なんていうのかな、貨物船みたいなのとか、うん、なんなんだろうこれみたいな確かに、そう、結構そう、お天気がいいとずっと痛くなるのね、うん、お天気悪いとこ登ると早く降りたいで、ここの下に資料館もあって、あ、そう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 、この灯台のレンズとかなんかちゃんと灯台自体に詳しい人ってすごいね、なんとかレンズレンズとかさ、ちょっとそれまで行くと分かんないから、うん、じゃあそういうの分かんないんだけど、うん、まあこんなもの大きいわとか思うだけど、そうね、どっちかっていうとね、これだってずんぐりむくいでこんな大きいんだよ、人間がこれぐらいって、まあ、うん、私たちがちっちゃい杖もあるんだけれどもそれでここの入り口に、まあ、あと下から見たんだけど、うん、入り口に入る時にそれも知らなかったんだけど、クジラ見、あ、そうなの、クジラ見山、うん、クジラ山見クジラの山を見るっていうクジラと山と見て、ね、クジラ見で行ったら神社があったの、そう、潮の岬神社、これね、パワースポットなんだって、後で分かった話、この時全然分かってないだってね、他の後でもらったねパンフレットやなんかにね、うん、出てない、あ、この神社が、うん、あ、そうか、うん、だからあんまりみんなポピュラーじゃない、あ、そうね、あんまり観光地としてはポピュラーじゃないかもしれないけど、でもこの階段って実は灯台登るよりすごいハードで、それ
すっごいあの、厳しい階段でございました、うん、で神社行く前にじゃあその矢印のあったクジラ山見、うん、そこに行ってみようと。これ日本遺産、そう、それも知らなかったね。なんかなってるもん、ね、ジャングルみたいなことってそれでまあ、あの他でも行くようになったんだけど、まあ、一番最初やり始めた時、うん、私はこういう道が大好きで、うん、わーとか思うんだけど、うん、なんでこんなとこ来るの、私は怖がってたの。でももうね、そろそろ3年ぐらいになるじゃない、もう平気になっちゃって率先していくような、楽しくて先頭歩いたりなんか、なんかここじゃないんだけど他のところで「いいの行って」とか言ったら「行かなきゃダメでしょ」とか。人って変わるもんね、変わるのね、年取っても。そうビビってたのがね、全然平気になっちゃって、もうでもほら昔の方たちが歩いた道だから歩けないはずはないと思って、ね、勇気を持って行ってみたら、あまりの美しさにびっくり。だって左右の海の色がすごい、あ、ここ綺麗だったね、色でね、あのコバルトブルーみたいな色もしてたし、うん、なんかね通ってきた、車で通ってきた方のコザっていうところがあって、うん、その辺からなんかクジラがこっちの方来る。そうね、昔はだってここで見えたわけでしょ、クジラさんが、うん、そう、それで、うん、なんかね、あのでもこっちの太平洋側って四国もそうだったんだけど、やっぱりクジラ文化だから。そうなのよね、うん、今なんかね、うん、クジラかわいそうみたいな。今でもこれはクジラと共に生きるっていうことで日本遺産にこうね、うん、認定されてるんだって。昔はだからここで撮ってね、うん、いやでも本当海綺麗だった。で、さっきの山道を、はい、神社戻ってきて神社誰もいない、なんか静かな。そうなの、もちろん御朱印もいただけなかったという、なんかどっかに、ね、どこ行けばもらえますって書いてあったんだけど行かなかったの。いいや、ね、ここじゃないとこでね、だって無理だもん、なんか。でこれちょっとあのビデオよく綺麗に映ってるんだけど、はい、もっと茶色系の感じがすごくした感じで、はい、でもちゃんとこれ明かりが綺麗だったのね、きっとね、うん、そうちゃんとあの2礼2拍、はい、一礼してきました。でこれこっちからだから登ったから、うん、あのなんていうの、目の前に灯台が見えたの。そう、あ、ちょこっと頭だ、ちょっとあの真ん中の奥の方ですそうで灯台、でも本当にちょこっとしか見えないのよね、下から見るとね、うん、下からとか横から見るとね、うん、灯台見えるとか言ったのに、ねえねえ鳥がいるんだけど映してよって言ってカラス、カラスなのよ、カラス。こんなところにまで巣作ってっていう、こんなとこだから作る。あ、そうか、失礼しましたそれで、さっき、灯台から見えたここ、うん、そうで矢印のね、ここに私たちね登ったの。そうタワーです。そう、あのエレベーターだけど、でこれが、あ、さっきの見えたのが船からは見えるのよね。最初あれが灯台だと私は思い込んでて今の見るです、あの、うん、タワーでしょ、うん、タワーだって丸ビルみたいじゃない、だから、うん、でもなんか変わった灯台だと思っちゃったのよ。でも違ったの、タワーだった。なんで私結構人里離れてるはずなのに、うん、あんなになんか都会みたいなタワーが立ってるのかなと思ったの。ね、うん、ただあの一番上からはもういろいろ望遠のあれで見えるんだけど、うん、下はお土産屋さんとかね、レストランとか入ってる。それも私たちほら夕方行ったから閉まっちゃって、うん、もちろん閉まってたんだけれども立派なタワーでした。で最南端っていうのを知らなかったから、うん、そうそうなの、最南端のね、本州三南。でもあの例によってこういう証明書大好きだから、そうもらっといてよかった、実は、うん、それででも先端に行けばなんかそういう暇あったんだけど、うん、そこも行かないでここで、そうで、ちょっとあのさっき言い忘れたけれども、はい、客会できたのはやはり皆さんが応援してくださったおかげなので、 ありがとうございます、はい、ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。で次回なんですが、はい、串本が面白くて、うん、まだ回りきれなかったところに次回は行きます、はい、このトルコとか、そう知らなかった、ね、うん、トルコとお友達、はい、はい、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。